YouTube でね、ボルケーノのガス化をしたら、この、よいしょ、専用水筒でお湯沸かせますかっていうふうにご質問をいただいたんですが、無事沸かせました。結構時間かかりました。10分ぐらいかかったかな。最大火力にしたらもっと早いんでしょうけどね、ここから炎がちょっと飛び出るような形になったんで、それをさせないぐらいの弱火っていうかな、火力を調整した状態で、放置しました。そしたら10分ぐらいかな、お湯をここ水をここぐらいまで入れてね、実験してみたんですが、沸騰すると噴き出しましたね。ですのでお湯沸かすときはこれぐらい、でないとまあ噴きこぼれるわなっていう感じでしたね。火にかけた時の火力はこんな感じ。もっとね、最大にするとね、もっと強くなるんですけど、火にかけた時の火力はこんな、ちょっととろ火のちょっと手前の弱火っていう感じで、かけてみました。はい、バーナーは、トランギアではなくて、ブリンのストームクッカー用のバーナーに、CB 缶アタッチメントをつけてやってみました。まあ私は表持っているんですよね、こういうアルコールバーナー、ちょっと大きめの、確かここはステンレスやったかな、内側はアルミを、かぶせてかしめてある。炎が表に出るタイプですね。まあこれ熱暴走します。アルコールバーナーこういうボルケーノ入れると大体熱暴走するんですけどね、はい、それ熱暴走させながらいつも使ってるというような状態です。ほとんどこの水筒使ってません。使うとしてもね、キャプスタの1リッター、ばかりですね。ちょっと前もご紹介したと思うんですが、比べてみるとね、こんな感じ、突っ込んでみるとこんな感じ、このボルケーノのね、もともとついてるやつのこのコルクを私どうも信用できないもんですから、かっこいいんですけどもネジがついてないので、お出かけするときはキャプスタの方に水を入れて、このアルコールストーブを突っ込んで点火をして、これでこっち側で、まあ普通の使い方ですよね、カップの方でお湯沸かしてるというパターンがほとんどです。以上です。実験コンでした。